はい、いつも伏し目がち俳優主人伏し文とのサバサバラジオ特別号ということで、はい、アクセスありがとうございます。インターネットラジオでお送りしております。はい、あのサバサバラジオね、あの残念ながら、前回第35回で、ボーダーラインについて語って幕を閉じたというか最終号になって、もうこの2018年12月いっぱいでこのサバサラジオも非公開というかね、削除になりますので、まあまだチェックできるのでよければ聞いてほしいんですけども、まあ今回特別号ということで、インディーズで、自分が監督してます東京バナナっていうドキュメンタリー映画がございまして、まあこの映画についてね、ちょっと特別号ということで少し最後というかね、まあちょっと語りたい、話したいなと思いますので、よければ聞いてください。はい、この東京バナナっていう作品は、あのまあ2018年今年いっぱい撮影してきたんですけれども、上映が決まりました。公開レートショー、東京の高円寺の高円寺アンノンシアターというところでですね、2018年12月の19日の水曜日、から3日間、12月19、20、21、水木金と夜8時から、2時間23分ですか、ちょっと長めですけども、143分のドキュメンタリー映画、この高円寺のアンノンシアターでやってます。通常料金1500円で見ていただけますし、ワンドリンク付きで1800円でご入場していただけます。まあ、終わった後にね、自分も舞台挨拶しますし、出演者とかもあの挨拶はしますので、よければまあそれほど広いとこじゃないので、ちょっと早めにね来て、ちょっとこういうドキュメンタリー映画、普通とは違う映画をね、ちょっと見たい方、ぜひ足を運んでいただけたらと思います。はい、この内容なんですけども、出演者とはドキュメンタリー映画ということで、まあ実際の人に会って作ってるっていう意味では、あのフィクション映画とはちょっと違うんですね。しかもなんか後からこう、ちょっと DVD とか借りてみようとか、そういうレベルじゃなくて、やっぱりドキュメンタリー映画っていうのはちょっとまあある意味濃い、ちょっとその人の人生が映ってるわけで、まあ良ければ、まあ自分もそうなんですけど、ドキュメンタリー映画っていうのはちょっとまあ映画館で見た方がいいっていうのが自分の考えで、しかもちょっと短めのドキュメンタリーとかもあると思うんですけども、そういうものよりもちょっと長めのドキュメンタリーっていうのは絶対、まあその人の人生模様っていうのが映ってるわけで、今までもいくつかいい作品見てきました。そういうのもちょっとやっぱ長めな作品っていうのはいい作品多いっていう意味で、今回まあ自分が監督した今回の作品、まあ3人の方を追ってるんですけども、ちょっと2時間を超える長めですけども、あの絶対勇気が湧くような、あの普通のね作為的なドラマとはちょっと違うその人の人生模様を見て勇気づけられると思うので、あの足運んでもらえたら本当嬉しいですね。はい、まあ、出演者の方についてちょっと話したいと思うんですけども、あの、最初は、3名の方のうち1人はタンクさん。タンクっていう T-A-N-K、タンクっていうモノマネ芸人さんでですね。まあ、十何年前に、まあ、テレビとかでちょこちょこまあ、ツンクのね、シャランキーのツンクのモノマネとかで、まあ、一世風靡して、ちょっとテレビとかで出てて活躍、いろんなところ、東京で活躍されてたんですけども、その後、ちょっといろいろなことがあって、まあ、バンド活動とかもしつつ、ちょっと、表舞台から消えて十何年、経ってたわけなんですよ。それで、2017年の末に、それから復活されて、まあ、池袋で、お店を自分でされているということでしてですね、そこで、ま、復活とかされて、普通の営業活動とかもするようになったっていう、このタンクさんは、実に結婚、6回してて、罰6、子供も10人以上いるっていう、ちょっと波乱万丈のね、人生を送ってらっしゃって、まあ、一見お会いしたところそんな感じにも見えない、こう、ほがらかな優しい感じのタンクさんなんですけども、そのタンクさんにそういう罰録のことであったり、そのモノマネ芸人辞めてたのに復活した理由だったり、今どうされてるのかだとか、その辺についてちょっとインタビューしたり、活動についてちょっと追ってますので、まあちょっとかなり興味深いと思いますね。まあ、イケメンというかね。まあ今はもちろんちょっとお年、それなりには言ってますけども、魅力的な方なので、その話聞いて、ちょっと刺激になると思いますね、これは。
二人目なんですけども、島陽平っていう若手俳優。この島くんに関しては、他の作品でですね、オーディションした時にこの島くんがやってきて、まあ、関西出身、和歌山出身ということで、その関西弁喋れるキャストを探してたので、まあ、インディーズ映画ですけども、ちょうどね、今ね、それ撮影終えた、2年がかりで撮影終えたところなんですけども、SK シリーズというところの作品、そのシリーズの作品の中に、ね、出てもらったんですけども、その縁、ご縁もあって、で、ちょっとドキュメンタリー撮らせてもらえないかということで話をして、ちょっと追いかけることになったんですね。島くんは、なぜ追いかけたかって理由があって、アメリカ留学を結構2年ぐらいしてたのかな、2年半か。アメリカの方に留学してたということで、その経験っていうのは、まあ、もちろん留学してる人はいないわけじゃないですし、自分自身も留学してたことがアメリカにあったので、まあ、そういう接点というかね、うん、まあ普通ではできないところもありますし、そういう話をちょっといろいろ聞きたいなと。で、今の日本の現状とかどうなのかとか、結構ね、まあ頭がいいというか分析力に優れた島くんなので、まあその辺のこのリベラルと保守だとか、日本の文化とどこだとか、日本の女性とアメリカ人の女性の違いだとか、そういうところについてだとか、あと、塾講師とかの仕事もしてるので、その子供たちの勉強の仕方とか、そういうところにまで及んでね、ちょっといろいろ語ってるんですよね。まあもちろん、芝居、舞台の活動とかも頑張ってたり、そういう姿を追ってます。話も聞いてますので、ちょっとね、うん、他の二人とは違う、ちょっと、そういう感じで喋ってるので、まあそれはそれでまた違う色が出てて、すごい面白いんじゃないか、刺激になる。うん、ちょっと他の人とは違う視点を持ってきてるなという感じでちょっと話いろいろ聞いてましたね。で、最後なんですけど、マッツン。はい。マッツンですね。まあ、愛しのマッツンというかね。はい、松岡俊くんですけども、マッツン、いわゆる通称マッツン。即興パフォーマーで俳優もやってて、まあお笑いもやってて、あと映画監督もやってる。まあいろいろ、本当多彩でね、いろいろやってるんですけども、その彼が実はまあ発達障害というかね、アスペルガーと ADHD を持ってて、うん、まあいろいろ苦労を実はしてるんだと。ほんで、それは現在進行形でやっぱり、他の人とはそういうところでちょっと、まあ、劣るというとあれですけども、ちょっといろいろとトラブルが起きたりするわけです。それが原因で。まあ、そういう話だとか、まあ実際そういう即興の現場とか、舞台で頑張ってる姿とか、路上でバーッと出てね、やる姿だとか、本当に純粋でまっすぐで、でもトラブル、まあいろいろこう、周りに気が使えなかったり、その、まあ、発達障害のせいで、ということもあって、いろいろトラブルを呼び込んでしまう、彼の苦労だとか、生き様っていうのを見ててね、なんて言うんだろうな、まあこれ見てもらいたいですね。なんでしょうね。本当不思議というか、まあ純粋なんですけども、まあ近くにいるとね、結構大変に、周りの人が大変になってくるんですよ。こういうのってね、すごい純粋で、彼自体も苦労してると思うんですけども、だから やっぱりこういうのって、周りの人が理解を、深める必要があるかなと。もちろんね、切羽詰まったね、現場だとか、あと仕事とかの時にね、そんなこと言ってられないよっていうのはその通りだと思うんですよね。ただやっぱり時代っていうのはね、昔のそういう弱肉強食だけの世界、弱者どんどん死んでいくみたいなね、縄文時代とか、そういう時代とは違って、やっぱ、ある意味ちょっとそういうマイノリティっていうかね、そういう弱者の人々も生きて、まあ豊かに生きていけるようになってきてる時代では多少あると思うんですよね。厳しい世の中ですけども。だからやっぱりそういう意味で、まあ周りの温かい人にも支えられてね、そういうマッツンが生きて活動している、頑張って生きている姿っていうのは、やっぱ感動的ですし、他のお二方も、と一緒に、まあそういうふうに芸能界に挑戦してるってなかなか難しい壁なんですね。テレビとかでこうみんなが出てるっていうのはごく一部で、そのピラミッドの中の頂点の方でもう、まあそれはそれなりにね、そういう人たちはそれなりに苦労してると思うんですけども、他の人たちもいるっていう、その苦労だとか、
を映してるわけです。別に黒ばっかりじゃないですけども、生き様というかね、前回ボーダーラインという映画について話しましたけども、いわゆるニュースになっているトランプ大統領だとかね、トップの人たち、まあトップって言ったら変ですけども、その表に舞台に出ている人たちじゃないところで、そのボーダーラインの国境で、メキシコだとかアメリカの国境で生きているベニチオ・デル・トロだとか、まあドラマのね、その映画の中では、その子供たちだとか女の子だったりっていうのが、世の中世界にはいっぱいいるわけで、まあそういうところを描いていくっていうのもやっぱり映画の一つの、まあ宿命というかね、課題というか、映画にできることの一つなんじゃないかなと思ってこの映画撮りました。身がなって、でもなんかちょっとやっぱ、それイエローなんですよね。イエローって言うと、ちょっと差別用語的ですけど、アジア人だというのをちょっとまあ、中を取ったらでも、皮を剥いたら中身白で白人じゃないだとか、白人になってるな、中身は、みたいな。そういう、まあ、自虐的な話も、まあ、タイトルの意味に込めてというかね、東京バナナの人々、まあ、我々ですよね。日本人という意味で。だからそこに、まあまあまあ、美味しいバナナもあれば、ちょっと味が変わった、まあ、腐ったまで言いませんけど、もあると。まあ、そういう東京バナナ、いろんな人がいるっていう意味で、こういう作品、ちょっとね、ユニークな面白い作品、ドキュメンタリー、生き様なので、インタビューしてるので、まあ、見てもらえたらと思いますね。まあ、なかなかね、これドキュメンタリー撮ってて、まあ、なかなか難しいところもあったんですよね。もうちょっとね、切り込んでいけたり、例えば肉親のお父さんお母さんだとか、もうちょっとね、切り込んで、行きたかったところもあったんですけども、やっぱそれはカメラを回すっていうのは今の時代なかなか難しいところもありまして、まあ話もしたんですけども、まあ自分の力不足もあってそこまで切り込んでいけたかどうか、話をね、聞けた方もいますし、聞けなかった方もいて、それを映画の中で映ってない多くの、まだまだ、方々の人生がクロスして一人の人生っていうのが、まあ三人ですけども、生まれているっていうのは、この映画の中以外の方々の協力もあって映画できてますし、まあ僕自身もそうですし、もちろん、まあ皆さんのそういう周りも、そういう人間関係にはクロスしてね、時間の中で見ていってもらえたらなと思います。まずね、第一弾として初公開、プレミア初公開として、このおいど映画祭、12月2018年12月に3日間、19、20、21とね、水木金と8時から、夜8時からレートショー公演時アンノンシアターでしますので、まあ、初公開、最初の一発目、これからね、どういうふうに、広がっていくかわからないですけども、よければ、見てやってください。拡散告知してもらえるとありがたいです。ということで、この特別号ということで、ちょっとね、東京バナナ、ドキュメンタリー東京バナナについて語ったんですけども、アクセスありがとうございます。インターネットラジオでお送りしております。感想リクエストございましたら、コメント欄または taijifjp@yahoo.co.jp まで、taijifjp@yahoo.co.jp まで、まあね、良ければね、まあラジオ自体終わりますけども、まあいろんな、配信、まあこれからしていくと思います。映画中心に、チャンネル登録よろしければ、お願いします。ではでは。